わぁ、あるよ、こうがあるよ、いけ、スタート、すげえすげえ、いけるいけるいける、入れればパーあるよ、え、初めてかもしれない、バーディーチャンス、ボミさん、ここはちょっと見えないんですけども、はい、結構見える、結構広く見えるんですけど、うんうん、ちょっと狭くなってるフェアウェイなので、はあ、左に行くと、うん、あの傾斜で左ラップに行きやすいし、はあ、また右も右にキックしてバンカーとかラップに行く可能性が高いので、本当に真ん中っていうか、うん、でも今日は試合より結構前なので、はい、多分その傾斜は超えると思いますけども、うんうん、なるほど、はい、うん、じゃあプロからお願いします。2年連続賞金女王、アースモンダミンカップ2連覇など数々の偉業を成し遂げたボミプロですが、実は日本に来る前に韓国女子ツアーでも賞金女王を獲得、当然ながら韓国でも超絶人気を誇るスター選手です。ショー、ショー、あー完璧、あそこがキックしてどうなるか、うん、どうなるかって、あれでも、はい、ちょっと左に行ってるかも分かんないってこと、そうですね、これはもう普通に打てばチャンスホールなんでね。昨年ティーチングプロを目指し血のにじむ努力をして見事実技試験に合格した武井さん、おー、よいしょー、よいしょー、うわ、もう当たりは良かったですか、今のは OK、うん、すごい、ちょっと、いや、もう見失ったわ、うん、本当にクリーンの前に、はい、日本大学ゴルフ部出身のフリーアナウンサー萩原さん、ベストスコアは75、そろそろそのベールを脱ぐ頃か、 OK、 うわいいわ、あーハンバーグ、あ、いい感じ、これはいい、これはいい、あ、ハンバーグまだ残ってた、ハンバーグ残ってます、前のホールで今日初めてのダボを叩いた蛍原部長、あー、オーケー、だ大丈夫そうか、大丈夫、おー、あー、大丈夫、あー、よかったよかった、よっしゃー、あー、みんないいね、うん、よっしゃよっしゃまずは右のラフから萩原さん、手にするのは5番ユーティリティ、おお、いい感じ、よっしゃいいよ、来た、転がるよ、いけ、ナイス、うわ、すげえすげえ、いってるいってるいってる、もう今はない、うわ、すごい、バディちゃん、すげえ、3点あるよ、これあるよ、あー、やっちゃった、ホトさんトップ打った、ホトさん止まって、うわー、そっちなんやろ、何があるんだろう、大丈夫、 OB とか大丈夫かな、 OB 大丈夫、大丈夫、あ、よかった、だいぶ奥、うわー、やっちゃった、トップ打っちゃった、続いてボミプロ萩原さんがバーディーチャンスなだけに、ここは勝負どころ、うまいわ、あー、行ってー、あー、ちょっと短い、あー、ね、球が低かったですあ、ちょっと大きいよ、キュッキュッキュッと、ステイ、うん、うん、オッケーオッケー、まあまあ、まあ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 、蛍原部長の3打目、あ、あ、あ、右だ、うー、ちょっとなんかシャンクっぽいのなったぞ、早くしないで、押しちゃうこれ入れればパー、入れればパー、あるよ、うまい、うまい、ゴー、おー、ゴー、ナイス、よいしょ、寄せるというより入れに行きたいボミプロの3打目アプローチ、あー、もうちょい、下手すぎいやー、この辺の感覚ですよね、そうですね、試合感と、うん、むずいんだな、やっぱゴルフって、
真剣ゴルフ部武井さんのバーディーパット。もうちょっと来て。全然行かないんだ。思ったより行かないか。ほーら。なるほど。もう。何してんのよ。バーディーチャンス。バーディーチャンス。バーディーを。いや、初めてかもしれない。萩原さん、このバーディーパットを決めてリードを広げられるか。ゴン。すごい。バーディー出た。すごい。来たよ、レコ。終盤に差し掛かるところでバーディーの5ポイント、ボミプロに十分すぎるくらいのプレッシャーをかけました。ナイスやね。ただ僕はボギーパットなよね。部長のボギーパット、距離はありますが本日絶好調の部長だけに期待してますよ。カモンカモンカモン。おー、入った入った。ナイスナイスボギーボギー、ナイスボギー。本当本当にナイスです。これは素晴らしい。いや、バーディー取ったからもう気が楽になる、ね、外してもええわと思ったら入るよね。これでますます苦しくなったボミプロ、このパーパットは外せません。ナイスパー。ありがとうございます。ナイスパー。武井さんもこれがパーパット。ガー！うわー！もう全部外れる。もう残念。あの距離。残念ボギー。残念ボギー。でももうバーディーなんで、もう5点、5ポイントもらいました。プロナイスパーで1ポイント。よし。